夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。亜寒帯特有の自然が色濃く残る北の大地は釣り人のさまざまな夢を煽ってきた。中でも北海道最大の淡水魚イトウは別格のターゲットとして釣り魂を揺さぶる。アイヌ伝説では畏敬の念を込めて語り継がれてきたこの魚、繊細かと思えば一転勇猛な戦いを挑んでくる。そのイトウに本流大物師細山長治さんが会いに行った。それは細山さんならではの思いを抱いての長考だった。北海道の糸をこう釣ろうと、まあ、思ったきっかけっていうんですかね、そのきっかけが私こう日本中のこの渓魚をですね、川に住んでる魚や日本の川に上がってくる魚、そういう魚を全て、釣りたいという思いがあって、それで唯一その北海道のネイティブなそのイトウですね、それをまだ釣ってなかったんですよ。細山さんは実は昨年チャレンジしていた。苦い経験でむしろ伊藤に魅了され今回再挑戦する。10月中旬に現地入りした細山さんは頼もしい友人と合流。やっぱり狙いは伊藤ということですね。そうですね、前回ね、ちょっと残念だったんで、そうですね、あと一歩の、そうですね、今回はなんとか、はい、姿ね見たいですよね。前日ですね、まあ、私たちちょっと下見に釣りに入ったんですけど、前日、まあ、水量多めながら、まあ、なんとか入れるんじゃないかなという感じだったんですけど、なぜ今日は一気に。そうなんです、ちょうどね天気予報見てたらもう前線が通過するって言ってて、結構雨マーク、かなりすごい雨マークだったんでちょっと心配してたんですけど、やっぱり案の定、まあ、せっかく来ていただいたんですから、こんな状況ですけれども、なんとかこう出して、いただきたいと思って、明日はですね、本命河川に入る前に、ちょっと別な河川ですね、伊東はちょっと本命河川よりも、薄いんですけれども、出る可能性があるところを、まず、探っていただこうかと。侮れないところが、まあ、そこの川はですね、私が過去の、まあ、1メートルはい、出してますんで、今はこう幻じゃなくてたくさんいるけども、あまりこう釣って持って帰るようなことをすれば減るのは間違いないことなんで、やっぱり釣りは釣りで楽しんできちっとリリースしてあげるっていうのがいいのかなとは思うんですけど、やっぱり釣ってもらう、とにかくで、こんな貴重な魚がいるんだっていうことをその釣り人が認識してもらうっていうのが一番いいかもしれないですね。昨年同様、今回も神谷さんの案内で釣る。翌早朝、二人は釣り場を目指した。神谷さんは伊藤ポイントを熟知している。この日選んだのは石狩川の支流の一つ空知川だった。道内渓流士の尊敬を集めている神谷さんだけに釣り場選びに迷うことはない。餌はイクラ粒を目荒の布でくるんだ通称イクラボールと太めのミミズ。ところでこの川、伊藤の可能性はどの程度なのか。そうですね、水量的には来るまでちょっと雨の影響がどうかなと思っていたんですけども、思ってたよりもいい感じで、まあ、伊藤が出てくればというふうに思っています。
神谷さんが出る気配ありとする限り、細山さんは信頼してベストを尽くすのみだ。でも昨日の雨で結構水量は多いですよね。一年の時を経て、細山さんの再挑戦が始まる。日本の軽魚全種類制覇は叶うのか。2週連続の伊東釣り。石狩水系空知川、細山さんの伊東狙いが始まった。これはね、あの SSW っていうやつ、特徴はあの缶付きなんですよね。結構懐がこう広いっていうか、このほとんど伸びない、曲がんないし、やっぱ魚が大きいとね、しっかりした針じゃないと。これ少しじゃない。それまで隠せなかった若干の不安を空知川は取り払ってくれた。魚の反応は悪くない。来た。でもなんかそんなでかくないけど、さっきからコツ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 はやってたんだけど、ちょっと細身のアメマスですね。やっぱ時間が経つと細くなってる。これだと多分イクラボール使ったらもうどんどんかかっちゃう。なんかさっきからあそこ行くとね、ここってこう止まるようなあたりが。外れちゃった。外れちゃいました。この手応え、アメマスではなかった。伊藤かどうか断定はできないが、いずれにしても細山さんを熱くさせるいい引きだった。外れちゃった。可能性大ですね。なんかいるよね。でかいです。さっきからね、当たるの。そうでしょ。何回も。やっぱりあの辺りですね。うん、あそこのところ。今ここでアメマス釣れて、後ろの方で、今かけたあたりぐらいで、よく伊藤が。ああ、そこにちょっと餌かいてる。期待も出ますよ。これ使うとでもアメマス来ちゃうかもしれない。よし。これで一発で来ればな。しかし当たりは止まった。気難しくて警戒心の強い伊藤相手だから、これは想定内。再び集中する。そんなにアメマスは数はいないんだな、これ。いやらしい風が吹き出した。スムーズな流しがやりにくくなる。なんかでっけえのいそうなんだけどな。どこにいるんだ。思わず漏れ出たもどかしさからの一言。本流名手細山長治をじらす川の主伊藤のしたたかな沈黙だ。さっきのバラシの影響か。
やこれ寒いな。風がなければね。風が風でねラインが戻されるんですよ。少し移動してポイントを変えた。風は収まらない。こういう今度はちょっとこんな針に変えてみました。 ここの部分が横向けてひねってあって、だからこう合わせた時にこう刺さりやすい。水位の高さが気になるが、ここは実績ポイントなのだといえ、多少釣りにくくても試す価値はある。狙いは対岸寄りだ。もうちょい前なんだな。水かさに阻まれて思うに任せない。しかし攻める。あそこ向こう届かないんだよね。一心不乱の釣り人はいつしか周囲の自然に同化する。そしてふと我に返った時、自然のディテールが見えてくる。説明しましょう。これみんな誰でも知ってるキノコなんですけど、さあ何でしょう。これね、天然のエノキタケなんです。これ普通ね、養殖売ってんのは白くてひょろって長いでしょ。でもこれエノキタケ、これが野生のエノキです。エノキタケよくね足黒って呼ぶところもあります。この軸が黒いんで。でこれはもう一種類違うのがあったんですけど、ぬめりすぎタケで言います。この時期どうしてもこう山に行くと地べた見たり木見たり、あっちこっちこんなになってキョロキョロしながら歩いてます。上にもありますよね。だいぶ竹でもこれの方がいいやつ。ゲットしました。釣り人なるがゆえの自然の楽しみ方。秋はキノコ、春は山菜、魚との真剣勝負の合間にその恵みに預かる。次はやや広いポイント。神谷さんは天候、河川状況、ターゲットなどに応じていくつもの攻め場所を知っている。細山さんも舌を巻く熟知度、頼りがいがある。相当でかそうなのがいる。細山さんが魚の気配に気をよくした時、神谷さんがかけていた。丁寧なやり取りで魚を寄せ、努めて優しく取る。アメマスですね。ニジマスだよね。ああ、ニジマスだ。こんな綺麗なニジマス。さらに場所を変えての1投目で神谷さんに来た。元気な魚。3個のニジマス、いいサイズで美しい。これでこの日は終了。明日は本命河川だ。同じ朝焼けでも北海道では雄大に見える。2人は昨年挑戦した手塩川に到着。魚の時はなんか悪いわね。雨も午前中降ってるって言ってたんですけど、なんかもう上がりそうですよね。
この境目に。そうですね、ちょうど前回ですね、糸をかけたのも境目ぐらいですね。ちょうどそこら辺ですよね、はい、今回ちょっとこう水量が多いんで、少し境目が透明になってますね、ここ数日の雨で増水状況、昨年と同じポイントとは思えない。変わってるね、やっぱりこっちの支流の方のその流れ込む勢いがないもんね、あの水が多いせいか、ゆっくりゆっくり静かに流れ込んでるって感じ。とかボコって出たところやろ。北の大地がまだ目覚めきってはいない時間帯、伊東の活性は高いはずだ。この一年、伊東との勝負のイメージを繰り返しなぞってきた細山さんは、静かにしかし熱く釣り始めた。今の伊藤だね、はい、なんかあの 色がさ、はい、伊藤でしょ、黄色っぽいような。間違いなく伊藤でしょ。なるほど、神谷さんが本命河川というだけのことはある。伊藤のライズを目の当たりにして細山さんはさらに燃えた。しかし雨だ。集中が緩まないように自分に言い聞かせる。気温は元より低くて立ち込み体勢にはかなり厳しい。そこにキタキツネ。道北の釣り場独り占めの実感新たに、細山さんは気を入れ直す。激しい雨になった。さすがに一旦中断。幸いにもすぐに晴れ間が覗いた。勝負再開、再び集中に入る。厳しい状況のはずなのに、細山さんは楽しそうだ。それを見守る神谷さんの方が祈るような表情。そしてその瞬間は近づいていた。新聞来た、やった、やったぜ。よし、鮭じゃねえだろうな。よし、お、鮭じゃないぞ。鮭じゃないし、伊藤だ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 、やった、伊藤だ、でかいぞ。うわ、綺麗だ、尻尾。
だんだん本気だし。やった、やりました、やった、ありがとうございます。おかげで、ね、北海道の、ね、ついネイティブの糸に出会いました、はい、ありがとうございます。やりました。いや、太い糸ですよ。いいとこかかってます、はい、うん、あの夏の糸だと、ね、あのまだこう産卵のね、あの影響でちょっと細いんですけど、ね、この時期はもうベストコンディションですよ。だからこのサイズでももう最後の最後まで抵抗したと思うんですよ、うん、いやー、よかったですやりましたあ、よかった。やっぱこっちの前の方だと結構ね、外れやすかったり、あれですよね、やっぱりこうタイミング若干遅らせて合わせた成功ですね、小林作戦で、うん、いやー、すごい、これが伊藤か。やっぱりちょっとネイティブのやつ違うね。もうここの本当の野生で、うん、うわぁ、綺麗。ここのね、ええ、なんて言うんでしょうね、あの小魚たちを食べて、うん、この大きなこの、ま、川の流れでね、ええ、ここまで育った糸、やっぱり色も風格も全然違うと思うんです。そうですね、はい、思ったよりね、イメージしてたより太いですね、はい、そうですね、あの対抗がありますね。これがあの細山さんに出会っていただきたかった糸なんですね、はい、去年はあのちょっと2回かけて2回ともなんかスレっぽかったんでビビビビって行かれちゃったけど、今日はねちゃんと口に食ったんで、コントロールがこっちでコントロールが効いた感じですね。もう去年ねちょっと歯がゆい思いしてるんで、あの今年はリベンジっていうことで、多分なんか夢を叶えてやりたいっていうみんなの思いが通じて、あの一本釣らしてもらいました。よし、じゃあまた会おう。いけるか。おお、出てる。なんか今あれ食ってなんか食かじってそうだなって、例のあのもぞもぞ、もぞもぞですね、はい、この針ここが長いんで、歯がああいうとこだとこう歯に糸が直接触れないでこの辺触れてた、なんていうかな、この軸が長い。日本の軽魚全種類の最後の魚種伊藤を細山さんはついに釣り上げた。とはいえこれで終わりではない。2匹目を出して全軽魚制覇を確実なものとしたいし、サイズアップも図りたいが、この雨状況をさらに悪化。これちょうど今出てきてるとこだね、水がゴミがすごいもん。そうでしょ、濁りも増してこの日も終了。今日最高の日でしたあの初めてあの北海道のネイティブの伊藤に行ってやった日、まあ伊藤と言っていいような魚と、記念すべき日です。伊藤に出会って目的を果たした細山さん、次回は
サイズアップへの挑戦をお送りする。さらに熱を帯びる天塩川。本流大物氏の飽くなき追求と徹底して戦う北の川の猛魚、息を呑む勝負は見逃せない。